こんにちは。こんにちは。今日は鉢をですね、先ほど大量に購入しまして、はい、棚の中にちっちゃいね、ガラス戸棚の中に小さい鉢がたくさん載せてたんですけど、まあせっかく社長に呼んでいただいて、ちょっと見てたらっていう話なんで、見てたら欲しくなっちゃって。あれよあれよっていうのがいろいろ買ってしまったという。結構ありましたよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、多分これ2個あるんです。11、12ですね。上げていきましょうか。最初ね、見つけたのがこれなんですけど、ギョンさんっていう最近だいぶ人気が出てきて、貫入入りのね。で実はこのギョムさんはここの東樹園のお弟子さんだったらしいんです。いろいろと苦労した人だって社長の先ほどね、自分のところにいたお弟子さんですから、背が高くてバーテンダーやったりタクシーの運転手さんやったりとかいうので、ギョムさんのお兄さんお父さんがギョムさんっていう夢って書く、暁の雲がギョムさんでギョムさんですね。2代で鉢作って、そうですね。ということでギョムさんもすごく今人気が出てきて、だいぶ値段も相当上がってきてると思いますね。もう一つあったな。永明さんのやつがいくつかあって、昔の永明さんですね。柿っていうか釘彫りのですね、永明像って多分書いてあると思うんですけど、非常にねこの足の作りとかも丁寧だし面白い色なんでね、いいなと思ってですね。で永明さんいくつかあって、これも永明さんみたいですね。変わった落款ですよね。2000円って書いてますけどね。これ今2000円で多分買えないと思うんですけど、わかんないです。だこれが基準になったんでみんな安くなったんですけどあ、これ2000円ですねとかって言って、多分今2000円じゃ買えないと思うんですけど、なんでこれはね今の普通の楽観ですよね、永明さんね。ただそうこれは永明さん、これの赤い軽月の蝶々鉢やったやつですね。でこれもすごくいいですよね。手作り感がねなんかあって、この非常にね綺麗な作りの永明さんが。これはねちょっと渋いなと思って、色とねこの鉢のこの足の作りがちょっとどなたか分かれば「とう」って書いてあるのかなですかね。安ですかね。あ、ごめんなさい、安ですね。安なんとかさん、コメントくださいね。コメントくださいって。非常に古い鉢ですよね。時代の、多分だから日本の方だと思いますけどね、時代のりの。これが最初でね一番目について、あとは全然これは常滑の方でしょうね。ちょっと落下見えないですけど、これも非常に作りがね良くていいなと思って、購入した泥鉢ですね。これもねちょっと多分旬っているようですね。京焼の方の方で、あと横浜の方の方でも確かこういう名前の方いたと思うんですけど、一品会とかね、ああいう方で可愛いですね。女性も好きそう。ただそう、あ、もう一つ出てきたですね。これがギョンさんのもう一つ。これも古い鉢ですよね。浅草なんかねいいですよね。こんだけ。足はね、下草の場合は本当は足はもうない方がいいぐらい、できるだけちっちゃい方が地べたに這うもんですから、草はね土がない方がいいんですけど、まあこれぐらいなら。それとちょっと変わったところでこれもいいですね。これもねなんか変わったトルコの青だっていうことなんでしょうね。これも変わった一切さんって書いてあって、なんかここに書いてあるんですけど、読めなくて、ただすごい軽い鉢だししゃれてますよね。なかなかってますね。そうですね。反ってる。多分これ歪んじゃうんでしょうね。これだけ長いから。もう2つぐらいあったんですけどね。これも変わった鉢ですね。でこれがねだんだんいよいよ私がドキドキするのが、これが面白いなと思って。見えますかね。多分勝山さんって書いてあるんですけど、勝山さん、勝利の勝に山さん、見えないですかね。めちゃくちゃ細かい、でね、絵がねすごく丁寧に描かれてたんで、結構ざっくりの絵もあったんですけど、似たような鉢があったんですけど、これ綺麗だなと思って見たら多分勝山さんってだと思うんですけど、でこの埼玉のねこの方なんですけど、人気が出てきて、値段がぐんぐん上がっていっちゃって、前だとね数千円で買えたのが今結構高い値段しちゃって。これもそうですね。多分勝山さんってこれもねこんなちっちゃい可愛いですよね。形もいいですよね。足もいいですしね、丁寧に描かれててということが2つあって、この足が面白いですよね。先ほどありましたよね。同じ方かなって、この方が鉢を作ってですね、絵を描いてるんでダブルネームみたいな。そうするとこの方は鉢は作るんだけど自分で描いたんだろうか誰に描いてもらったんだろうかっていうのもちょっと気になってくる。なるほど。はい、この方の鉢は特徴これみたいです。はい、さっきネットで同じような鉢がありました。なるほど。そのネットのやつはおいくらだったんですか？それでちょっと待って出しちゃっていいのかなこれ。これ見えますかね。あ、今3万500円かな。あ、現時点で3万。現時点で。ただ他のやつはだいたい5万5千円とか5万2千円とか。えってなっちゃうでしょ。いや、ひるまさんだって僕さっき値段聞いたけどだからちょっと言えないんですよ。で最初はね、じゃあこれ3千円かなとかね、これ2.2、じゃあ2千円でとかって言ってたんですけど、最後基準がこれになったからなっちゃったからね、じゃあまとめてこれでいいやって言われた値段でびっくりしちゃって、要はこっちの価値が上がっちゃってるってことですよね。ですよね。なるほど。ということで、まあ非常にいい買い物をしましたということで、今日はウキウキ気分で。ウキウキ気分。どういうもの入れるんですか？いや、もう鑑賞です。全然何入れるとかもうないですね。あ、そうなんですか。はい。まあこういうのはね、こういうつる性のやつをね、入れた方がいいし、こんなのって何入れるかわかんないですよね。難しいですよこれ。これなんか意外とあれかもしれないですね。ちょっと背の高いアジサイなんかね、ふわっと細い。うん。ひょいひょい。アジサイのひょいひょいと山アジサイ、ガクアジサイってやつですね。ああいうやつなんかもこういうのもありますけどね、さーっていうこういい買い物をいっぱいしましたんで、うちに帰ってまたお酒飲みながらはい見てると楽しみたいと思います。はい、ありがとうございました。